おはようございます。今日は5月24日の朝5時35分に収録しています。今日はですね、ナスダック100、 SOXL、 そして S&P500 で DAO、 この4つのチャートをですね、環境認識させていただきたいと思います。よろしければチャンネル登録と応援のね、グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではいきます。ナスダック100はですね、昨夜4時間足の押し安値である18,602ポイント、はい、を割り込んで、ヒゲ先レベルで割り込んで、4時間足の今ね、ずっと上昇トレンドで来てたんですが、ここで初めて押し安値を割ったことによって、4時間足の上向きだったトレンド、上昇トレンドが一旦終了したと。終了して今上も下もないフラットな状況になっております。これが4時間足の環境認識です。はい、で日足はどうなのって言ったらね、日足の押し安値はもうちょい下にあります。はい、18,456 ポイント、もしここをね、今夜なり割ってくると、今度は日足のずっと上向きだった上昇トレンドがここに来て初めてフラット、ね、上も下もない上昇トレンドが一旦終了といった形になります。下落トレンドではありませんので、下落トレンドっていうためには、下上下みたいなね、そういう 1,2,3% みたいな、そういう形と、あと押し安値、この2つの2条件ね、これがミックスされてようやく晴れて、晴れてっていうか、まあ、下落トレンドっていう形になります。はい、よろしいでしょうか。ですのでまだね、下落トレンド化はしていないものの、上昇トレンドは4時間足については終わったんだよという認識ですね。ヒゲ先レベルではありますけどね。はい、で現在ね、18,617となっています。でこれがまあナスダック100の環境認識で、 SOXL につきましてはですね、ナスと同様ですね、4時間足の押し安値をヒゲ先レベルで割っているんで、4時間の上向きだったトレンドは、下落にはなっていないけど上昇トレンドは終了といった形になります。昨夜はですね、結構大きく動いたみたいで、私が寝てる間に 53.55 の高値からボトムがいくつ 47.55 なので 11.2%、 6ドル動いたといった形になります。すごいね、さすがボラティリティが高いですね、 この ETF は。はい、でまあ最終的に下ヒゲをつけて、で 48.77 ドルで今アフターで推移しています。はい、まあ、これが SOXL ですね。で SOXL も日足の押し安値というのはこちらになります。もうちょっと下にあります。 44.34 ですね。で今夜上がるか下がるかというのはさておき、もしね下に行った場合は 44.34 割ると、こちらもナスダックと同様、日足のね、ずっと5月1日から上向きだった上昇トレンドが一旦ね、終了といった形、上も下もないよって。でその後ね、来週にかけて、下上下みたいなジグザグね、一波二波三波みたいな形になれば、それはね、日足の下落トレンドって形になります。まだねそこには至ってないです。はい、4時間の押し安値をただ割っただけですね。はい、ですのでここを押し目買いとして、ね、買いのチャンスを狙う方もトレーダーさんの中では多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、その程度の下げ幅ですね。まあ、ただボラティリティがね、結構こいつは動くんで、ですので、まあ、昨夜については早く寝た方についてはおはぎゃーみたいな展開にはなってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、こちらが SOXL です。で S&P500 については他のね、まあ、2銘柄に比べてですね、結構下げ幅が大きいです。こちらについては他の2銘柄と違って4時間の直近安値を実体で割っています。はい、ですがジグザグ形成してないんで、まだ下落トレンドではありません。はい、でも実体で割っているというのに加えて、日足ですね、日足の押し安値ね、日足で表示しましょうか。はい、日足でずっとこうやって上がってきたじゃないですか。ちょっとジグザグ書くとですね、こう上げてきたこのね上昇トレンド、はい、ここでトップをつけて、昨夜これを一気にねズドンって包むように、ここ1週間ぐらいのローソク足の並びを全てね、はい、打ち消すと、無効化すると、上昇ね、まあ、そういう下げがありました。しかも実体レベルで、日足の押し安値を割っています。はい、ただこれまだね下げの1本なんで、ね、ジグザグ化していませんから、だからまだね日足の下落トレンドっていう形ではないんですが、
はい、ですが、まあ、4時間足の押し安値、日足の押し安値を共に割っているんで、共にトレンドがね、上昇トレンドが終了した形になります。はい、まあ、結構下げた感ありますよね。まあ、ここ最近にしてはね、結構大きな陰線、はい、を見せたんじゃないかなというふうに思います。うん、5月ねずっと順調だったのにね、はい、まあ、5月23日昨夜はね大きな陰線でしたと。はい、で最後にねダウですね、ダウの4時間足見ていくと、ダウはですね昨夜だけじゃなくて一昨日とかもねずっと弱気だったんですよ。ですが、まあ、昨夜ですね、何が起きたかっていうと、日足の、ね、これもまあ S&P500 と同様に日足の押し安値を割っていますと、はい、いうことなんで、ここね、ここのジグザグの節目をズドンで割ってます。実体で割ってます。ですので日足の上昇トレンドが終わった形になっています。ですのでこれね、ナスダックも同様なんですけど、この後こういう上昇が、例えば今日日中ね、朝7時8時9時10時ってずっとね、例えば12時間、夜の7時まで、12時間ずっと上げっぱなしだったとしますよね。でこれはまあダウなんですけど、ナスダックでねそのようなことが起きた時に、まあ、どういう目線でね構えておかなくちゃいけないのかっていうことなんですけど、ね、まあ、こうやって昨夜下げがありましたと。1時間足なんかで言うと 1,2,3、ね、3波動で、はい、下げていますと。で、仮に、まあ、今日の日中ですね、まあ、じわ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 上げていくと、ね、この時にねどれだけ上がったのか、私がよく言うんですけど、まあ、例えば12時間の間で、ね、1時間足だったらローソク足12本ですよね。12本のローソク足を使って、一体ナスダック100はどれぐらい何ポイント上がったのっていうところですね。そのあたりを、まあ、客観的に定量的に評価してやるといいと思います。はい、ローソク足のねこの青色の連続、ね、青がいっぱい続いている、だから上だっていう風に、ね、まあ、こういう上昇を見て、で特にね上昇の最後でググッと上げてから落とすみたいなことよくありますんで、昨夜もそうでしたね、そういうのがよくありますんで、高値掴みになってしまわないように、この後の下げっていうのも、意識警戒しながら、ね、果たして、この時間外日中で12時間ぐらいで一体何ポイント上がったのとかね、何ポイントしか上げてないのって、例えば12時間で120ポイントしか上げてないんだったら、ね、120ポイントを12で割ると1時間で10ポイントしか上げてないということになります。それって力強い上昇なのっていうのを、まあ、客観的にね、はい、定量的に、まあ、皆さんご自身で判断いただいて、いやこの上昇っていうのは下げ中の戻しなのかな、いやもしくは、いやもうこれはねもうここがそこなんだよって、ここから週末にかけてやっぱりねもう一段だがドンって上がっていくんだよって、 NVIDIA 見てごらんよって、 NVIDIA って、ね、全然昨日下げなかったよねって、うん、あれがまあ真実の姿で、うん、あれにこう引っ張られるように、まあ、今ねずっと AI のバブルじゃないけど、こう上昇っていうのは株高っていうのは来てるんだから、今回も NVIDIA が決算 B として上がったわけだから、1000ドル超えたわけだから、まあ、他の指数とかね今下がっているものっていうのは、まあ、一過性の下げであり、結局 NVIDIA が引っ張っていくでしょうって、うん、まあ、いろんなあの根拠を持ってですね、で、まあ、定量的に、はい、どんだけ上がったの、どんだけしか上げられなかったのっていうところ、等も、見た上でですね、まあ、押し目買いをするならね、はい、されるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。あの高値掴みにならないようにね、うん、ついつい買いで飛びついてしまう時っていうのはね、ググッと上がった後にね、こうね、じわ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 上げてきて、最後にグッて急騰した時に、その矢先にこう急落が来たりとかしますんで、なのでそこはね、あの飛びつき買いっていうのは危険なんで、ご注意ください。はい、ね、あくまで今ね1時間足ではこういう下げの波動が走っているんで、はい、戻してもまた下げが来る可能性があるよというのを意識なさるといいと思います。はい、よろしいでしょうか。あの別にね、あの下げるって言ってるわけじゃないです。はい、まあ、ちょっとわからないところでありますんで、週末相場見ていきましょう。はい、昨日私はですね、時間外でずっと日中上がってたじゃないですか。もちろん、寄り点の可能性等も、まあ、意識はしていたものの、まあ、さすがにね一気にこの、まあ、相場開けてからね、オープンしてから一気に下がったじゃないですか。いやちょっとね予想外の、はい、急落かなっていう、そういう見方をしています。はい、
まあ見方によってはね、まあこんだけ上がったんだから急落もあるよねっていう見方を後付けで入れることもできるんですけど、まあ正直ベースにね、まあ昨夜、はい、オープン直後でここまで下げるというのは正直、まあ、ちょっと予想外かなっていうところですね。はい、まあ、どちらかというとずっと上げで SOXN も 53. いくつでしたっけ、 53.5 ぐらいまで上がりましたよね。そうそう、 53.55 まで上がった。いやもうこれね、元指数のソック指数はね、史上最高値更新してるんですよ。上抜けてから売られてるんですね。なのでまあ達成後のね、史上最高値上抜け後の利確ね、まあ一服によるまあ売りをまあ一通りこなした後でまた上がっていくっていうね、そういうシナリオも書けるんですけど、はい、ですけどまあ調整入りする可能性なんていうところはやはり注意警戒が必要なのかなといったところですね。はい、まあ極力目線をフラットにしてですね、はい、まあ対局上だと思うんですけど、まあ最高値も更新してますし、 NVIDIA もあんな決算だったしね、ファンダ的にもテクニカル的にも上だと思うんですけどね。ただまあやっぱり私が先週からずっと言っている、まあ、ずっとピーカンだったらね、まあ、干上がっちゃうよと、まあ、どこかで恵みの雨みたいな調整みたいなものは、まあ、それは柔軟にブル目線でね、毎日上げ毎日上げじゃないと困るとかね、うん、毎日上げじゃないとおかしいとかっていう風じゃなくてね、そこはまあ柔軟に受け入れましょうと、もし調整であったとしてもね、はい、っていうまあ姿勢が必要なのかなっていうふうに思います。はい、引き続き極力ですね、こういうまあ上か下か非常にこう際どいところ、相場の転換になりやすいところについては目線を中立にフラットに発信していきますんで、引き続き、まあご視聴いただけたらと思います。はい、そんなわけで今日は、SOXL ナスダック100その他の環境認識をさせていただきました。よろしければ、チャンネル登録と高評価ボタンね、励みになりますんでよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。